通行人に勢いよく襲いかかるカラス。逃げても頭をめがけて攻撃を加えます。こちらの男性はカラスに追いかけられ近くの建物に逃げ込みました。これらの映像は昨日午後4時ごろ、札幌市中央区北三条東8丁目付近で近くにいた人が撮影していました。今日現場に行ってみると、この辺りでカラスに襲われる被害が相次いでいるということなんですけれども、今周辺にはカラスの姿は見当たりません。しかしすぐ近くには病院もあり、職員も通行人が襲われるところを頻繁に目撃するといいます。歩いてる人にこうついていくっていうのかな、追っかけてって、まあ、低空でもう頭すれすれこう飛んだりとか、この時期は多いですよね。病院でも敷地内に看板を設置して来院者に注意を呼びかけていました。カラスの生態に詳しい専門家です。今はヒナの巣立ちの季節で、威嚇や攻撃的な行動は子育て中の親鳥がヒナを守るためだといいます。映像を見ると、まあ、2羽はあれつがい 親ですね、オスとメスで、で下にこうちょろちょろぴょんぴょん跳ねたり歩いているのがヒナです。小ガラスですね。ヒナが巣立ちをして、本来だったら枝伝いにこう飛ぶ練習できるんだけども、うん、枝がないもんですから、あと何だろう、止まる場所がとにかくないんですよ。それで降りちゃって親はもう心配で心配で、もう動くもの全部にもうそばに来ないでくれと、その状態にこうやっぱり襲っちゃうんですよね。襲われないためにはとにかく刺激しないことが大切です。慌てて走らないってことと、腹が立つからといってこうカラスに攻撃加えたりしないってことと、両腕こうやって上げちゃって、私よく言いますけど、それでまあ走らずゆっくり通り過ぎるってことが。札幌市内では先月からカラスの被害に関する問い合わせが急増しています。巣立ちのピークは間もなく終わるということですが、カラスの巣の近くを通るときは十分注意が必要です。